アストロキングスをプレイしています。32銀河の猫大好きラブキャットです。このゲームはですね、宇宙を舞台にした本格 SF 戦略シミュレーションゲームです。えっ、ー、とですね、頭を使いまくるゲームをお探しの方、ぜひご参加ください。宇宙に興味がなくても全然大丈夫です。はい。今回はですね、えー、っとですね、ギャラクシースカウトバーニング はいえー、2300万円引きましたが、全くこず、永久 d n a が溜まるだけでした。はい、S 級のかけらはたくさん来たんですけどね、自分お目当ては来ませんでした。はい、もう痛い永久 d n a が山ほど溜まりました。はい、で、今開催中の FDA。はい えー、連盟探査があと7回なんで、まあまあ、まあ、時間の問題ですね。それと、偵察機叩くま、みんなね、あと33回なんで、あと1発ぐらいですかね。はい。次は潰さないようにつ叩こうと思います。ちょっと潰しすぎました。はい。で、それと指名手配犯。はい。これは、 自分は、えー、1日23回無料なんで、あと2日で終わります。あとのは終わってます。それでコンプリートですね。だからあと2日、あと2日でもうちょっと相当券は回しません。はい。で、今回はですね、また使いまくった、えー、っとですね、ギャラクシーを貯めないといけないのでね、ちょっと、はい。えー、っと、毎度毎度の、 もう、えー、かりアーティです。はい。儲かりアーティは行軍セットでいきましょうね。はい。で、この、もうね、自分はですね、あのー、何ですかあらあら。えー、っと、本拠地。はい。本拠地100発は30分で終わらせました。はい。えー、っとですね、で、えー、連盟員の方にね、えー、声をかけて、あのー、本拠地やるよーと。で、30分で。 100発ぐらい終わるからえ、30分でこのイベントクリアできるんで、乗るかいって言って、乗って、あのー、30分で、連盟員さんと一緒に、えー、っとですね、終わらせました。はい。もう一度お伝えしますね。えー、初心者の方、もしくはレベル上げられている方、えー、本拠地は30分で100発叩きます。全然叩きます。はい。全然叩きますからね。はい。本拠地30分でね、100発の叩き方はね、 ちょっと、限定公開か、えー、っとね、何かでやろう。ライブ配信かね。何かでやろうと思っております。あれは見ていただいた方がいいかなと思いますね。ただ、いろいろ各種アイテムが必要ではありますね。はい、どれだヘカっか。はい。あっと、ああ。これ、ま、ああ、もったいない。これね、下手なんですよ、自分。 これ、完全に大きな画面ではないですよね。やばい、まあいいか。はい。で、とにかく、えー、使いまくったギャラクシーをね、貯めないといけないですからね。で、このね、ちょっとこれもっと広くしたいな。うわぁ、もうね、ちょっとこいつ出しとこう。もうカリアーティは本当に皆さん、あのー、おし、広がった。 いかにうまく儲かり当てを使うか、その儲かり当てをでね、より稼ぐために、えー、っと、普段から準備をしとくかっていうところでですね、大きくね、儲け方が変わりますんでね。で、えー、っと、この前、ちょっと、ライブ配信をしたときに、そういうお話になりましてね、あの、本格的にですね、ちょっと、今ね、もうプレイする時間しかないのでね、なかなか、まあ、儲かり当てはね、結構、あの、 えー、ためになると思って、えー、もう53でしたっけはい。えっ、ー、とですね、絶対見ていただいた方がいいですし、はい。ね、絶対儲かり当ては、もうめちゃめちゃ儲かるようにした方がいいので、極力儲かり合テては自分は出すようにしてます。こんな感じ、近くにね、海賊がなければ、えー、仕方ないんですけどね。30分でですね、数百発、700発ぐらい前、えー、っとね、700発ちゃわ、えー、っとね、 何発やったっけな ?600、600、700は、あのー、いっぱい出れば行けます。はい。でもいけるんですけど、あ、ブスタースはつかないですよ。海賊は。はい。行けるんですけど、行けるためには準備をしないといけないっていうところですね。はい。で、何の準備をしないといけないかっていう動画もね、ちょっと出していきます。はい。30分で本拠地100発。 えー、で、30分で、海賊600発、700発。はい、えー。ちょっとピンとこないと思うんですよね。はい。でもいけるんで、はい。そのために何をするかっていう動画を、えー、時間ができたら作ります。はい。お楽しみ、お待ちください。それぐらいやってるんで、稼げてる感じです。はい。自分はね。自分の場合は強いから稼げてるっていうんじゃないですからね。あのー、まだ言うても、 えー、司令部レベル44なんでね、数値上は大したことないんですよ。はい。自分より強い人は、数値上強い人は山ほどいます。はい。ただ、早いんですよね、自分はね。まあ、これ見ていただいてたら分かると思うんですけど、はい。えっ、ー、と、初心者の皆さん、早いって正義です。はい。あのー、初期の頃に行軍を上げとかないとなかなか、あのー、稼げないですよ。 で、稼げないとレベルもなかなかね、いろいろ上げれないっていうので、はい。えー、っとね、してくださいなんて自分は言いません。はい。自分はですね、初期の頃に、えー、周りに何を言われようが、え行、ー、軍スピードを上げまくったおかげで稼げてます。はい。はい。自分はですよ、はい。 なのでですね、行軍はじゅ、えーと、早いは命だ正義であり、命だと思っているので、このゲームのね、はい、特にこういうイベントでね、あの海賊取り合いとかなったらね、遅いとだめじゃないですか。はいね、特に自分のレベルとネストの位置がね、合ってない方、いるでしょう。ね、海賊で往復数分かかるとかね、それはもうちょっときつすぎます。はい なのでですね、成長するためにも、ちょっとね、えー、あら、なんで、えー、っとですね、行軍アーティの、行、えー、軍スピードをね、アップの動画は今度作ります。はい、これはかなり、えー、死活問題になると思いますんでね、はい。近場がないな。はい。 そうで、すねでちょっとね、あのー、ちょっと動画のペースが落ちるかもしれません。今ね、そのツイッチに移行したいと思ってるんですけど、よくわからんっていうね、はい、えー、調べる間もないっていう感じです。はいうまくね、考やろうとしてます。はいこれはちょっと教えていただきました。やっぱりゲームはツイッチの方がいいですよってね、あの見てくださってる方に教えていただいたんで、そ,そのとおりだなと。はい っていうのでやっていきます。で、ツイッチで撮って、えー、触りの部分だけ、えー、YouTube に上げて、で、あのー、続き、あのー、YouTube 出しますんでねで、YouTube が10分ぐらいでも済むようにしとこうと思います。はい。で、それ以上、あ、これはちょっと見たいっていうのはね、ツイッチで見ていただいたらいいかな、みたいな感じです。はい。えー、なので、ツイッチのチャンネル登録、お願いいたしますね。はい。 ぜひお願いいたします。で、先に言っときます。えー、右下のネコマークを知りたいですね。チャンネル登録といいねボタンお願いいたします。はい。本格的にちょっと動画に参戦していきます。はい。意外と、なんでしょう。戦闘ノウハウとかね。うん、意外とその偏ってる方が多いなぁと思いましたんでね。 こうあのー、まあ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 、えー、価値のある攻略の情報はちょっといい意味でね出し押しにしようと思い出しました。はいでよりそれを深く掘りしたい、深掘りしてね説明したいなと思うんでね、やっぱ時間かかるんですよね。はい なので、あの、お忙しい方が多いと思うんでね、YouTube で触り出して、これの続きみたいっていうのは、それの続きを YouTube の概要欄にね、出すようにします。はい。なので、そのシステムがね、まだうまく稼働してないので、ちょっと今、ちぐはぐなってます。あの、えー、Twitch の動画もね、あの、ただ出してるだけに、アーカイブ残しただけになってるんですよ。 あのー、手抜いてるわけじゃないですからね、ちょっとね、あの今試、試験、試案中と、ツ、えー、イッチのね、効率的なやり方を今、ちょっと探ってますんで、もう少々お待ちください。<laughs> ちょっとね、本当に本格的に稼ぎ方と、あのー、早く仕方と、で戦闘ノウハウ。 それと各イベントの、えー、効果的なクリア法。ここらはね、皆さんもうつかあの本当につかまれた方がいいですよ。特にね、あのー、お忙しい方、短時間で、えー、っとねあの、最終イベントはさすがに無理ですけど、最終はね、それ以外ってね、やろうと思えば5分ぐらいでね、各イベントクリアできます。はい。もう一度お伝えします。5分あれば、 えー、切り火以外のイベント、あ、切り火じゃないわ。切リ火はける。えー、っとね、最終イベント以外は5分もあればクリアできます。はい。クリアできる、あ、違う。語弊がある。クリアできるような方法があります。5分で。はい。なので、お忙しい方、えー、はい、a えー、ですよね。はい。いや、今までも時間がないんで諦めてましたっていう方もったいない。あの、アイテムボックスね、クリアしたアイテムボックス、 あのー、クリスタル入ってますしね、加速とか。はい。え3箱からかな ?3 箱か4箱目か、ちょっとどっちか、どっちか見ましょうか。ついで見ましょう。はい。どっちだえー、3箱、3箱目かな ?3 パあはい。3箱目からね、クリスタル来るんで、もう絶対クリアした方がいいんですよね、毎回。はい。それ6つもらった方がいいです、もう絶対に。 はい。なので、でもただね、最終イベントも少しでも早くね、クリアさせる方法はあります。はい。あります。自分は最終特化へ、あの、プレイヤーじゃないですけど、それでも、あり、あの、断言します。言うときますね。あります。少しでも早く、えー、出す方法あります。はい。は早くあの終わる方法ですね。はい。クリアできますよ。はや、はい、クリアしち,しちゃいましょう。ね。 そうですね、だからじっくりされる方なんて時間かけてか、ね、やりゃいいんでそれよりもねあのお忙しくってなかなか時間がなくてでもたん、ね、あのレベルを上げられない方ね、はい、そういう方々むをメインにちょっと出していこうかなだから結構とっておきな情報出すんで、えーとね、ちょっとそこの出し方も考えてます、はい、パッとねたまたま見られた方に、ね、伝えるのはちょっと とフェアではないなぁと思いましたんでね、いつも見てくださってる方いてるので、いつも見てくださってる方が一番得するような体勢に変えていきます。はい。そうしていきます。必殺技結構ありますからね。はい。それは出していきますね。どんどん出していきます。はい。あの、ただ、すいません。あの、今、本当に壊してね、プレイする時間しかないんです。はい。そうなんです。な、あ、ちょっと遠いな。 はい、で、今は、あ、今、スタミナチャンスですね。はい、スタミナチャンスでしたんで、はい、スタミナも切れる前にね、これもちょっとした秘訣なんですよ。左のこの5個並んでるね、自分が出したの見て、はい、えーっと、帰ってくるまで時間ある間に、えー、スタミナを上げるっていうのが一番いいですよね。切れてからやってもったいない。はい。 なので、ちょっとずつですね、本気の、え本気のですね、儲かりアーンの動画にしていきますんでね。はい。お楽しみにしてください。はい。ちょっとずつ、あの、本気出さないと自分もね、もうログインできる時間がないんで、ちょっと毎回ね。で、6発は自分ね、ちょっと出さないです。はい。あれ、3日でしょう。この追加スロットね、これね。もったいない。はい。 そんな3日もずーっとプレイできないですしね。ログインもそんなできないんで、あれ3日使うのはちょっとね、痛い。はい。かなり痛い。なので自分は、えー、っと、6発はやってません。たまにやります、6発。あ、本拠地。さっき言いましたね。本拠地の、えー、30分儲かりやってて100発ですけど、えー、っとね、追加、出撃追加スロット使ってないです。はい。使わんでも100発ぐらいいけます。はい。断言しといた方がね。 はい、いいですしねあの。誰かに聞いたとかよくわからない情報じゃないですかね。自分やってますんで、昔から。はい。皆さん、あのー、本拠地30分で100発叩けるようになりましょう。はい。で、みんなで稼ぎましょう。はい。そのための、えっ、ー、と、儲けるため、強くなるための、えっ、ー、とですね、あのー、 何て言うんですか手順ではないです。この通りやってくださいとかじゃなくてですね、これをすることでこうなるんで、あの、お得ですよ、みたいな感じの動画にしていきますね。はい。はい。ちょっとね、あのー、動画を上げて、ね、ちょっとでも最初はね、あのー、初心者の方がね、あの、わけわからずやめるっていうのを阻止できればなぁと思って始めたんですけど、えーっとね、 あ,のありがたいことにですね、あのー、レギュラーとして見てくださる方がいらっしゃるんでね、もうそういう方々向けにですね、ちょっとやったろうかと、はい。えー、皆さん、ね、皆さんにもジャイアントキリングをやっていただこうっていうところでやっていこうと思います。はい。気持ちいいですしね、はい。よし。え、ね、近場が本当にない。近場ないですね。はい。 あー今回もレーダーに変えようかな。ね近いのがあまりにもなさすぎる。はい。あのね、これね、うまく叩いて、うまく沸かしていく方法もあります。はい。<laughs> ありますよ。はい。ただ、えー、っと、今はですねあの、ちょっとずつ。はい。はい、まず、ジャブからですね。はい。行きます。 で、えー、っとね、今ちょうど FDA であのー、まあ、330発なんでね、近くにいればすぐ、まあまあまあ、時間あるんでね、でもそれとは別にですね、やっぱりあのちょっとでも早く叩いてね、ね同じ時間帯で数叩いてっていう方がいいと思うんで、 いうところですかね。なので、儲かりアーティあの30分フルに叩けなくてもいいと思うんでね、全然。1日、せっかく1日1回儲かりアってあるんで、毎回叩くよ、よあの使うようにしましょう。もったいないですよ。はい。たとえ10分でもです。はい。たとえ10分でも使うべきです。どれだちょっとね、あのパーツルが邪魔。あのパーツルって、あの、パーチバルのことですけど、はい。なぜかパーツルの方が言いやすいんで。 こいつ、本当、邪魔。はい。はい。ですね。なので、今回はちょっと、あのー、30分の儲かり合ってだけにしようと思いましたんで、えー、もうあの、いつものね、えー、動画、えー、録画アプリですか。あれで、えー、撮ってます。はい。Twitch ね、ちょっと重い。はい。 あとはね、本拠地を早く潰す方、あ、本拠地じゃないわ。あのー、本拠地で被害をね、少しでも減らす方法。あと、もう一度、えっ、ー、とですね、海賊の友好的な叩い方。 えー、セオリーだけじゃなくてですね、その有効かつセオリーの潰し方で、はさらに早く叩く方法とかですね。あと何行こうかな、えー、と、本拠地の被害少ない言ったでしょうあっと、あ、今レベル何か忘れた。506か。あと何かな、えー、と、外界の効率のいい叩い方。クルックスのダメージの与え方。 えー、あと何かなぁ。まあまあ、滑走はちょっといいか。滑走は自分ちょっとね、今、あのー、自分今ね、ちょっと当面、滑走はね、丸腰にしてます。えー、っと、何かの効果は全くつけてないです。はい。その理由がですね、それで、あのー、ちょっとね、見てくださってる方、 レベル上げられている方と早く対戦したいっていうのがね、ありますんで、自分はちょっとね、わかんないですけど、はい、自分と当たった時にね、あの猫さん、あの対戦しましたよっていうところにね、なってほしいなと思いますんでね、はい。えっ、ー、と、丸腰で出しますんで、あのチャンスですよ。はい。自分なんてとっととぶっ飛びしましょう。はい。っ、えー 横から来とるなはいまあまあそれはねそれは別にいいんですけどねこれやばい動きがちょっとやばくなってきたはいツイッチにしろねこの録画アプリにしろやっぱり、ね、立ち上げると <laughs> 数落ちますねはい動きがどうしても鈍るはいはい近く チェックですね。ない。あ本拠地だらけでしょ、これね。あの、まあまあ、ちょっと、ちなみにですね。ちなみにね。本拠地多いなぁ。これでね、まあ、移動券がたくさんある方はね、あの、あ、ここ結構多いか。あ、ここ多いですよね。こうやってね、バカみたいに海賊湧いてるとこ飛んでって叩いたらいいと思うんですよね。はい。 あとは、そのレベルは、あのー、本拠地のね、じゃあ本拠地じゃないわ。海賊の叩くレベルの、あのー、まあ、チェックの仕方といいますかね。はい。あのー、レベリングの方法なんですけどね。えー、っとですね、快速フォーメーションで被害が出ないっていうのが、まず一つ大きなところかなと思います。あ、今間違えた 今56や、まあまあいいか、もうなんでもいいや。はい。えー、っとね、海賊フォーメーションで被害が出ない。はい。基本的に海賊は被害が出ない方がいいです。はい。被害出してまで叩くもんじゃないと思ってます、自分はね。はい。で、それで、えー、っと、58、クルーザーね。クルーザーと、あのー、デストロイヤーね。またこれ別で。 特集動画作りますけど、クルーザーとバトルシップ、あのー、デストロイヤーは基本、はたが前なんですよ。それなんでかっていう理由もちゃんとあるので、その理由もお伝えします。で、この時に、はた前なんで、フォーメーションでね、スピードが速い、快速使った方がいいじゃないですか。 で、海賊フォーメーションを使って被害出ないレベルっていうところが、えー、っとね、ご自身にあったレベルだと思います。あのー、海賊はね、本当にレベル、えー、っとね、被害出してまで叩くもんじゃないと自分は思ってます。自分はですよ、あこれ本拠地多いなぁ。ちょっと邪魔。はい。本拠地潰して返せっていうことだったんですけどね。本拠地潰そうかなぁと思ったんですけど、ちょっとね、 あのー、惑星攻撃が活性化している時,期で時間帯でしたんで、えっ、ー、と、あえて、あのー、もう仕方ないなと思ってね、はい、やめました。はい。さすがにまだね、レベル CC50 の方、相手に跳ね返すのはちょっときついまだ。はい。もうちょっとです。はい。お待ちくださいね。はい。ね。 なので、ちょっとイベントもね、そうですけど、各イベントのね、クリアのコツとかね、まあ実際自分があのあっという間にサササッと終わらすところもあの出そうと思います。はい。着るイベはね、もうあの賛否両論ありますし、うるさい方いてるんでね、えっと、それはちょっとあの限定公開にするかなんかちょっと考えます。でも着るイベもね、とっとと8万ポイントね、終わる方法ありますんでね、はい。 ありますよそれも相手さんの被害を極力あの減らす、減らしながらね、はいポイントだけいただきますみたいな方法ありますよ。はい。自分はどっちかというとそれしてます。はい。あの、なんていうんでしょう。なんかもう土地狂って書かのようにね、あのー、まあたまに。 あのー、ちょっとそれはちょっといくらなんでも嫌がらせじゃないっていう攻撃を受けたら相手のハタカンツボールまで行ったりしますけどねはいそれ以外はそんな無茶なことしないですはいポイントだけくださいっていう感じですねはい基本事務平和主義者なんでねはいねで最終さっき言いましたよね最終イベントをとっとと終わらすはいためにあとはですねえー、最終を使って えー、まあまあタイルキルされたら終わりなんですけど、最終を使ってですね、あのシールド貼らなくても、えー、と惑星戦えた時に、えー、被害が出ない、えー、実被害がない方法とかね、そんなんもありますんで、そんなんも出していこうと思います、はい。ただこれ出すとね、バレてまうんでね、ちょっと限定公開にはなると思います。 はいなので、限定公開と、あとはね、ちょっとね、そのツイッチでメンバーの方だけにね、あのー、動画を出すとか、なんかね、あるらしいんですよ、そういうやり方が。ただちょ、ちょっと自分がまだ調べてないんでわ、これ被ってる、はい。自分がね、まだ調べてないんで、わか今、それ調べてる最中なんですよ。<laughs> はいで、メンバーの方だけに、もうお見せしようと思います。はい。 で、そのメンバーになってい,くいただく方には、ちょっと敷居を作ろうかなと思ってます。はい。でですね、実動画を出して、実践解説を出して、あの、よくわからんね、あの、誰かに聞いたっていう情報を削除しにかかろうかなと思います。皆さんのね、脳裏から。はい。こっちも本拠地ばっかりでしょ。 もうこういう時はね、近場が叩いても仕方ないんで、はい、いきますか。はい、もうこういう時はもう切り、遅いっちゅうんですね、切り替えがね。で、まあまあ、50タイル以内で自分は行ってますね。で、50タイルで40秒。はい、えー、1タイル、あのー、えー、106はちょっと無理。遠いな。えー、1タイル、まず1秒目指されたらいいんじゃないですかね。 39と、あ、字がめちょうど。はい。64ぐらいならいきますか。はい。64対51秒でしょ。はい。まずは1分1秒。あの、1対1秒を目標にされたらいいと思います。はい。1対1秒行かなければ、えっ、ーと,ねえー、とね、ぶっちゃけ遅いです。はい。それでは稼げません。はい。なので、一、えー、1個ぐらいかな。 ね、あのー、ね、言うだけじゃなくて、そしたらどないしゃ入らんねんって話なんでね、そこの部分もね、ちょっと出していきます。こうやって早くなりますよっていうね、ところで、どんどん出していくようにします。もう少々お待ちくださいね。時間がね、本当にすいません。はい、なんとか、なんとか、はい、出します。67なら行きますか。 あとは何でしょうあと、えー、っとですね、あと何かなライブ配信しててねあの、見てくださってる方といろいろお話してて、あそういう情報あったら、なるほどっていうことをちょっとずつお聞きしてますんでね、はい。出していこうと思っております。はい、今のね、これも左の5つ並んでんの見てね、何が返ってきてるか見たらね、 いいんですけどね。これ58か。こいつは57。ここらはもう言っときましょうか。はい。あと何ですかね。あの、コメントください。あのー、これ、どないかなりませんかっていうのをください。はい。それ欲しいですね。はい。あとは、まあまあ、プリ、あ言わかれてもだ。こっちをもらおうか。プリオラの、 プレオラをない初挑戦される方へのメッセージ動画みたいなのもね、ちょっと出したいなと思いますし、まあだまあ、偉そうに言ってもプレオラは自分全部潰せないですからね。あんなもあの、ラッパーなんか無理です。はい。あれはもう本当に強い方向けにね、実装したと思うんですよね。あれは自分いいと思います。はい。じゃないとね、あのー、子さんの方で強い方、あれぐらいの歯応えないと面白ないですもんね。え、なんでちょっと、ちょっと漏そう。 ちょっと戻しますね。今、おかしなマーク出ましたね。なんで、なんで58ごときに被害が出るっていうマークが出たのか、わかりません。はい。遠い。もう106とかはね、叩きません。あ、これ近い。はい。で、こっちこれは近そう。なんか感覚ですね。はい。これは遠いな。で、58に落としての、 で、58で、これをギリやな。ギリ、49か。次も47に落としますか。あ、57に落として、お、落として正解。近かった。はい。みたいな感じでね。あの、近くにないときはもうね、数叩けないんで、あのー、まあまあ、あとこれでね、こういうのは近くは、あ、60、いイすまあ、あのー、自分がよくやります。えっ、ー、とね、レーダーと、 あの、近く、これね、レーダーしながら、近くで、このねこ、この画面で映ったところはも叩くみたいなね、ハイブリッドで狩るのもいいですよ。はい、今何あ、2番か。ちょっとね、あ、ここ、ね、こういうなんね、56ですけど、も近場なんで行って、数も稼げ、これね、えー、っと、はい。近場なんで行って、あ、またや、で、帰ってくるでしょ、すぐにね。 はい。こいつ怪しいな。あ、ちょっと怪しかったですね。まあ、58ならいいんじゃないですかね。はい。で、近場はないでしょう。で、60にして遠いな。106。あ、これ近い。ああ、で、船見るの忘れた。はい。で、もう一発は、ね、バンカか。ですね。はい。みたいな感じでね。で、ここはきましたね。はい。そしたらもうこいつ行っとこうか、みたいなね。 あのこんな感じでね、ハイブリッド狩りするのもありだと思いますよ。はい。あっと、今の59はいける。何が帰ってきたか見てない。はい。これ遠い。で、58に落として、へかったでしたね。はい。みたいな感じで、まあまあ、1、例ですよ、これはね。1、あくまでサンプルなんでね、まあ、こういう叩き方を自分はしてますよーっていう。 感じですね。で、今、こ近場ないですよね。なんで、近場がないから、ないときはもうレーダー。はい。で、y、行いたらもう近くも叩いて、数叩きながら、えー、レベルも上げるみたいなね、感じでいいと思いますよ。はい。こういうことをしてですね、ちょっとでも、えー、同じ時間帯にですね、時間内でちょっとでも稼ぐようにしております。はい。 えー、数稼ぐ。そしてち、少しでもハイレベルを叩く。えー、値番か。59あるかなうん、うん、ちょっと遠いな。58で値番はい。で、何帰ってくるへかで帰ってくる。57、近場であるか。あ、遠いな。で、あ、値番はい。あ、これ近くですね。近、あとあっと,あっとこれは仕方ない。 あと39秒でしょ。もうかり合ってね。はい。もうちょうどいいかっていうところですね。はい。で、アポスターありがたいですね。で、これは T4 か。ね。T4 ありがたいですね。T4 自家でくむのね。はい。これも2枚ありがたい。ベテラン、まあ。ベテランもちょっとね、委員会のレベル上げるのにね、あのー、必要ですからね。 ベテランスカウト権はもう委員会あげるっていう頭でいいと思いますよ、まずはね。はい、あ、ここから T4 来てますね。はい、レジ、ギャラクシー。ギャラクシーはね、2300いきました、今回。2360やってっけない。あ、結構来てますね、ギャラクシー。で、すっから管理したんですよね。30。はい。また地道に稼いでいきます。はい。で、えー、っとですね、 キーボックスとチップが欲しい方は本拠地でね、儲かりアーティただ、スキップがないならあんまり稼げないんでね、海賊の方がいいんじゃないと思います。はい。ここら稼げますからね、あとポスターとね。でポスターもまあまあまあ、ちょっと19が減ってきたっていうところですね。もうここらは叩きません。ここまで叩かんかな。はい。これはもうほっときます。VIP14 になる。 遠い遠い先の未来のために置いときます。はい。さあ、はい。えー、儲かりアーティは終わりました。で、儲かりアーティが終わって、さあ、これでね、さあ、み、皆さん寝るぞーっていう時ですね。まあ、自分はですね、防ああー、えらいこっちゃ。ちょっと待ってくださいね。これは貿易ちょっともう一気に減らします。はい。一気に減らします。 CP は残したもったいないんでね。もう、え、スタミナなんて少々残ってもいいんですよ。貿易がもったいない。はい。ね。で、えー、この画面ですね。惑星画面のアイテムマークをすべてタップして、で、修理。え、修理の何を？バトルシップ。え、バトルシップが減るようなことしたかなバトルシップが減るようなことは、 多分、海賊で間違えて出してもたんでしょう。はい。それだと思います。はい。そこに55あたりを海賊で出しちゃったりね。いや、それやったらクルーザー減るな。バトルシップだけ減るって何や。まあまあいいか。はい。よくわからないでいいです。はい。あ相当けあ、いや、あの、いや、なんかな。まあいいか。はい。で、あと一応、あちょっとこのあアンナのね、動画出します。 はいアンナでね、ねあの星レベル星星あの星9でねレベル65完走している方はいいですけどね、それとは別で、ただね、あのー、初心者の方、レベル上げられている方、確かにアンナはすごいですけど、金食い虫っていうことはお忘れなく、はいだいぶ溜まってきました。はいこれこれね、山盛り溜めて開けたろうと思います。<laughs> はい。で、えー、っとですね、自分はもう、今日、あ、時間的にもう叩かんか。叩かないんで、えー、っとですね、えっ、ー、ロック、えー、あるかなメタルの、今ね、まあまあ、まあ、まま、ね、えっ、ー、と、ちょっと戻ってこい。はい。資源見るんですよ、資源をね。で、これ資源見て、あのー、まあ、 こ,のこいつはね、バンバカ溜まっていくんですよ。自分のプレイスタイル上ね、トニウム。トニウムなんてね、もう最初出さないです。あるんで。ってなったら、メタル一番やばいですよね。はい、ただ、まあレベル10でも約2メガなんでね、198万でしょう。あんま大したことないですよね。はい。なんで、えー、っとですね、あ、これ人の、あ、ないんか。 ないんかさあ、そしたらちょっと、えー、こういう場合はもう、えー、貿易が終わる、終わった時に、まあ、湧いてくれてたラッキーっていう感じで、はい。ここなのね、海賊潰してもらえばいいんですけどね、ああ、本拠地ね。ちょっと、はい。ちょっといろいろ広域活性化中なんでやめときます。はい。ベートマン。はい。これラストだったんですね。これもね、ブースター。 えー、地味にブースター溜まってもいきますからね、海賊ね。はい。特に儲かり当てしたら当然倍ね、溜まるんで、大きいですよ。59、3溜まったかなあ、まだか。2か。2ですね。はい。で、これで、えー、CP 使い倒すじゃないですか。CP なくなって、えー、っと、最終出して、 CP がたまるっていく、えー、貿易を一発オフラインで出しといて、えー、で、停電力モードにして終わりです。はい。っていう感じですね。で、えー、アンナのですね、えー、正しいっていうかね、正しいじゃないな。えー、っとね、あのー、アンナね、まあまあ確かにいっぱいめくれますけど、あのー、 レベル上がっていくとね、ほんとに、建設するときにばっかみたいに資源持っていかれるんで、いずれ資源やばいことになります。はい。なので、今ね、ちょっと余裕って言ってもね、何メガかなえー、っと、最低でもね、えー、これで1300メガでしょうこれも、この足りないんでね、1300メガなんか、全然。はい。ね。 それを後まで言ってくださいよ。これも、あの、2、えー、あ、まあまあ、5とか分かりやすいか。この、えー、この850メガしかないでしょ。これも全然足りないですよ。はい。足りません。これ1326メガ。これメガですからね。はい。それでも足りません。はい。なんか、これほど、これぐらいない方は、今ね、レベルが低いの、 低い間は、えー、建設とかねあの持っていかれる知れてるんであれですけどあの切羽詰まっていくんでねって考えるとアンナでバカ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 入れた後で困ることになったりするのではいあのアンナをお使いの方は本当に、えー、くれぐれもご利用計画的にっていうですねはい さあ、そしたら、まあ、今回、儲かりアーティなんでね、はい、えー、儲かりアーティの動画はこれで終わろうと思います。右下の猫マーク、えー、タップしていただいて、チャンネル登録と、えー、グッドボタンお願いします。で、インスタグラム、ツイッ,、えー、ツイッター、フォローお願いします。で、先ほどからお伝えします。ツイッチ。これはね、絶対もフォローしておいてください。はい、面白いことやっていきますんで。はい。で、それと、ディスコード。はい。ディスコードの自分のね、ID 書いてます。そこにフレンド申請、飛ばしておいてください。 はい、で自分承認しましたら、あのーえー、アスキンやってますと、あのー、一言入れていただくだけで結構です。はい。で、それとですね、Discord で、Discord がもうね、あの、LINE みたいな感じだと思ってください。日本版の。日本の LINE みたいな感じだと思ってください。で、グループ LINE みたいな感じでね、あのー、猫キャット、猫キャットちゃうわ。猫とキャット一緒や。えー、ラブキャットサーバーっていうのを立ち上げてます。はい。 でそこに参加していただくとね、あのー、もうすでに参加していただいている方がい,ているので攻略だけじゃなくです、ね、いろいろとねなんかアスキンの川で皆さんねあの視点が違うんで、ね、あのいろんな方の楽しみ方がねあの見れて面白いと思う特に初心者の方あの、えーとですね、よく分からん偏った偏見情報でねああ洗脳される前にぜひお越しくださいはい。 お待ちしておりますね。今回の動画は以上です。皆さん、ご視聴ありがとうございました。